代表のレビューは明日あげます。今日は大事なお話。しょすけチャンネル、皆さんボーネジー、どうもしょすけです。ラッキー、みんな元気してるってのわけで、さあもうあとね1時間ちょっとで、今この撮影してる時間帯、日付が変わっちゃうんですけども、本来なら、もうこの動画撮影終わってたんですけど、いろいろ見直して急遽撮り直してます。本当は今日の、7時にアップする予定だったんですけど、ちょっと動画見直して素材をちょっと撮り直そうと思って今回動画撮り直してます。で、別に今回の動画で視聴者数を別に撮るたびにこの動画上げてるとかそういうわけじゃなくて、ただ、多分この選手を知らない世代がこれからどんどん増えてくる。で、俺も正直、まあ、何度この選手にイラッときたか、腹立ったか、悔しいって思いを持ったか、数知れずなんだけど、それでもサッカー選手として、一人の選手として本当に尊敬できる人間なんで、僕は本当、この選手、この日っていうのをね、僕毎年すごく大事にしている。特に今年は10年目っていうね、10年っていう節目の年でも、節目っていうわけでもないんだけど年でもあるんで、今回ちょっと動画にさせていただきます。その選手がですね、増田直樹、まあ、多分この辺にポンと動画画像がポンと出てると思うんだけど、増田直樹さん、増田直樹というサッカー選手がいました。多分知ってる人の方が多いと思うんだ、松さんのこと、正直に。で、まあもちろんね、俺も知ってるし、まあ、時々動画に出るけど、友も知ってるし、もう本当、サッカーを昔から知ってる人は、増田直樹を知らない人はいないぐらいの有名なサッカー選手なんですけど、実はその増田直樹選手、今日で亡くなって10年が経ちました。本当、10年前ね、本当、今でも思い返せば、そう、松さんが、倒れたって話が聞いたのが7月の終わりだったのかな。急にニュースが流れてきて、えって思った。いや、嘘でしょと思ったんだけど、どうやら本当だったみたいな。で、そこからね、まあ、いろいろと、まあ、処置は施されたんですけども、まあ、結局、まあ、この10年前の今日、息を引き取ったっていうね、本当に悲しい日であります。本当、今日僕のツイートもね、マッサーの件、2つほど投稿させていただいて、本当僕の中で増田直樹っていうサッカー選手は敵としてはもう一番嫌いでした。本当にいつもゴール裏で試合見てて、なんだ本当はあの野郎と思って、本当何なんだあの人はと、どんだけイライラしたか。けどあの人のプレーの一つ一つってもちろん敵だから嫌いなんだけど、サッカー選手の一人としては大好きな選手だったのね。本当、サッカーの楽しさを、プレーで教えてくれるって人だったんで、本当、僕はそういうのも含めて、やっぱ増田直樹のことを嫌いにはなれなかったです。で、まあ、ツイッターでも書いたんだけど、まあ、増田直樹というサッカー選手、まあ、どう見るよってなると。僕はやっぱりこう、サッカーに対する態度とか姿勢とかそういう部分を本当、まあテレビとかね、実際見に行って、その生で見て、テレビでも見て、本当松さんのプレーっていうのは本当勉強になったし、本当志す部分いっぱいあったんで、本当今の小中学生とか高校生とか、どうとかサッカー伸び悩んでる、サッカー嫌いになりそうって人にはもうね、本当松田直樹さんのプレーは見てほしい。松さんのプレーは本当に見てほしい。で、本当なんだろう、松さんのそのサッカーに対する気持ちって部分なのかな。本当一番嫌いになれないの。そう、最後の最後まで諦めないサッカーっていうのを、本当誰よりもやってたのが僕松さんだと思うんで、本当だからこの松さんの凄さを、もちろん YouTube で松田直樹で検索すれば出てくるんだけど、
やっぱりそういうのをこう話せる人もやっぱりいないとなと思うの僕は、まあ、多分あの YouTube やってるあのサッカーよく見てる人は多分松田直樹のすごさもっと語れると思う、うん、ただ時間がね長すぎると誰も見なくなっちゃうから、うん、本当ね、まあやっぱり、まあ、松本山からファンサポーターの人とか横浜 F マリノスのファンサポーターの皆さんにとっては今日は一番大事な日じゃないかな、大事な日で特別な日だと思うんだ。ただこれだけ言いたいのは、山がマリノスのファンサポーターにとっては特別な日、ただ我々サッカーファンにとっても大事な日、素晴らしい一人のサッカー選手がこの世を去ったっていうすごく悲しい日でもあるんで、ただその悲しい日で片付けるんじゃなくて、その松田直樹っていうプレイヤーのね素晴らしさっていうのを、これぐらいすごかったんだよっていうのをね、どんどん伝えていかなきゃいけないとも思うんだ俺は、うん、本当だからマリノスの時にボンバーさん、ユージさんとね、センターバックここに組んでて、めちゃめちゃもうあのセンターバック崩すのはまず無理でしょ、もう絶好調の絶好期のあの2人が、まあ、点取んでるのまず無理だから、うん、多分あの2人から普通に点取るならあの当時の最高に強かったジュビロ磐田ぐらいじゃないかな、うん、俺はそう思うよ、はい、本当そんなね本当尊敬する松田直樹さん、うん、本当多分今でもね、まあ松さん本当サッカー好きだからまあ多分ねまだ向こう行ってないような気も俺はするんだけど、うん、多分昨日のね日本対スペイン戦も向こうで見てて、いやーまあそこはなーとか多分言ってそうな感じもするの、うん、だけど本当多分松さんだったら多分最後まで諦めずにプレーはしたと思う。だからその諦めないプレーって正直今の子たちにもああなんだかんだ受け継がれてるんだなって僕は思いました。昨日の代表見てね、本当最後120分、最後までね走ってたしね、まあ細かい話は明日あげるけど、本当そんな感じでね、まあ、最後に本当松さん、本当僕はやっぱりこれからもこの先もそのサッカーに対する姿勢とか態度とか本当考え方はまだ分かんないんだけど、本当松さんを見て本当僕自身も諦めちゃいけないという気持ちもね、この芽生えた部分もあるんで、本当マスさんには感謝してます。本当これからもこの先も本当ね、日本サッカー、J リーグのね発展っていうのを向こうでね、ぜひ見ててもらえればなと思います。で、まあ時々日本代表がとんでもねえ負け方した時とか、もうお説教でお願いします。本当そんぐらいでいいと思うよ俺は。本当ね、多分松さんまだ生きてればまだ現役でやってたと思うし、多分それは多分俺とかファンが言うよりも実際松さんで一緒にやってたプレイヤーの方が多分ねもっともっとそういうのは言えると思うんだ、じゃあやってたんじゃねえかなみたいな言うと思うんだけど、今日本当ね、この日を忘れないように、うん、僕はこの日8月4日っていうのを忘れないためにも今回この動画に残したいと思いました。本当これからもね、本当多分 J リーグは日本サッカーを発展していくと思います。その発展していく段階に今回の東京オリンピックの、これね、準決勝があったと思うんで、まあ、マッサーもね、まあ、頑張ったんじゃね、多分思わねえかな、なんかそういうとこ厳しそうだもんな、うん、本当すごくいい人だったんでね、はい、そんな もしね松田直樹さんのプレー気になったらぜひ YouTube で検索してみてください。松田直樹で調べれば出てくると思いますんで、本当に不法とかそういうニュースの方が多いと思うんだけど、動画はけど本当に素晴らしい選手だから、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。というわけで、本当にね、まあ、今回も宣伝も告知もなしで、 もしよかったら高評価、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、皆さんまたお会いしましょう。明日は、日本代表のレビューあります。よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。